Yes, definitely was good fun. And yeah, I think it's only the first activity of the day, so many more to come. And yeah, hopefully you enjoy. あの本当に楽しかったです。もう朝からね、みんなあの思い切り走ってたんですけれど、まだまだ続きますので、皆さんも楽しんでいただければと思いますよ。ちなみにあのアロンソ選手、今日のご自身のハイライトはどのプログラムですか？Riding the MotoGP。それはもちろん MotoGP になることですよね。なるほどね。なんかあのお話を聞くところによりますと、あのこのサンクチュアのためにこうベッドも新調したり、こういろいろと準備をされてきたそうでございます。Yes, yes. Moto helmet with the colors of Honda and Samurai behind. Yeah, everything ready for today and very unique opportunity to be the fastest motorbike in the world, the world champion motorbike, so the Honda machine and very, very proud. そうなんです。ちゃんとね、Honda Coloring の、ヘルメットにサムライをつけてですね、スーツもバイクも用意していただいて、そして僕はもうここもう1年に1回しかないこのチャンスを一生懸命ね、もう1年間楽しみにしていましてですね、まあやっぱりワールドチャンピオンのバイクに乗るというのはなかなかチャンスのないことですから、本当に光栄です、皆さん楽しみにしましょうよ、RCB さんへのライディングぜひ期待したいと思いますけれども、さあそしてあのストフェル・バンドン選手、来シーズンいよいよですね、我らがマクラーレンホンダのレギュラードライバーということで、このサックスでにその立場でご登場ということになっております。ぜひあのファンの皆さんにメッセージなんかいただけますか？Yeah, it's great to be back in Japan. Obviously, I've spent a lot of time here this year in Super Formula, and probably many of you have come to cheer on us, to cheer Honda in the Super Formula, and also for the Formula One Grand Prix. So it's great to see all the fans again, and yeah, now obviously looking very much forward to Formula One next year with McLaren Honda. I hope we can make another good step forward and fight for top positions very soon.そうですよね、あの本当に僕も最近久しぶりにまた日本に来て、皆さんにまた再会することができてすごく嬉しく思っています、まあ、今年皆さんもご存知のようにスーパーファミリーで参戦していまして、あの F1 でも、皆さんとお会いしていると思うんですね。だからまあ久しぶりにもう一度今日はあのまた来れて嬉しく思っていますし、もちろん来年は来シーズンはマクラーレンホンダの選手として頑張ってあの参戦しますので、まあ、続けて応援していただければと思います、ね、よろしくお願いします。この黒と白のジャージが似合います。ストフェル・バンドン選手、さあそれではですね、この F1 のお時間ということでございまして、今シーズンについてもちょっとお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、2016年シーズン、第4戦ロシアで6位入賞、そして、第6戦のモナコで今シーズン最高位となります5位、中盤のベルギーあたりから、まあ、コンスタントに上位入賞も果たしてきたということになっております。2年目のシーズン、2016年シーズンはどんなシーズンでしたか？ Yeah, it was obviously good progress from last year to this year in terms of how competitive we were, so happy with the progressBut we want to win the championship, so next year hopefully is another step. まあもちろん1年目から比較するとですね、非常に大きな進化をしました、プログレスをしてきましてですね、あのいい結果も少しずつ出すようになりましたけれども、でも私たちチームとしてはもう優勝するためにもちろん参戦していますので、それに向かってそれを目指してこれからもう頑張っていきたいというふうに思っております。なるほど、というふうに大先輩が話している最中にこの写真を撮影してもらっておりますYou have to upload it, right? Yes, Instagram, yes. Instagram にアップするから皆さん見てねとということでございますけれどもね。はい。いやでも本当にあのこの F1 の世界では皆さんご存知の通り技術の進歩目覚ましいです。まあ近年のその F1 の世界にあってこうパワーユニットという1年遅れでこの新しいものに挑戦をしていったこのホンダなわけなんですけれども、いい時も悪い時もですね、このマクラーレンホンダというチームを力強くまあリードし続けてきてくれたこうアロンソ選手の存在というのはやっぱりあのファンの私たちにとっても何とってもすごく嬉しいし、それから力強いものでしたよね。皆さんいかがですか？イエーイ。We're very happy to have all the leads in this team.
Yeah, I'm happy too. Obviously, it's a very, very interesting project. The McLaren-Honda partnership that dominated Formula One in the 80s with Ayrton Senna and Prost. When I was a kid, when I was 6-7 years old, I was racing in go-karts, and the McLaren-Honda was winning in Formula One. So now we are in another project of McLaren-Honda, 20 years after that domination. So we want to become champions, and hopefully we can do it as soon as possible. So, マクラーレンホンダって皆様ご存知のように、もう F1の中では、なくてはならない、あの、まあ、チームプロジェクトでありまして、まあ、80年代ではアイルトン・セーナや、あの、フロスト選手、まあ、非常に有名な活躍をしていて、もうずっとチャンピオンを獲得してたわけです。その頃は僕は5、6歳で、カートを走っていて、もう彼らに憧れて、必ず F1 ドライバーになってやるっていうふうに思っていたのを、今は僕たちは選手として、こうやってまた次のシーズンですね、今まあ新しい企画の中で、マクラーレンホンダとして、僕たちも頑張っています。本当に光栄です。 そしてあのお二方とアロンソ選手もまあちょっと一足早くですね、あの今年の第2戦でアロンソ選手をダイヤゴンを任されまして、走りまして F1デビューいたしまして10位フィニッシュという素晴らしい結果を残しましたけれども、ゲストでそれまで何度も走っていて、とはいえまあ実戦のデビュー戦というのはどんなものでしたか。そして手応えは何か得ることができました。 Yeah, I mean, for me, it was a very unique chance to race for McLaren Honda in Formula One in Bahrain this year. And yeah, I'm very grateful I had that chance. yeah, I mean, I'm looking forward to next year. Instagram. Looking forward to next year. It will be a complete new challenge for me to race in Formula One. And then, yeah, I mean, this season I was racing in Super Formula here in Japan, which was a good experience, a good learning process to work with Japanese people. So, yeah, I'm very grateful and looking forward to the next year. So, this year, I'm going to be a unique chance to be able to participate in the F1 選手として、あの、まあ、ベストを尽くして頑張っていきたいと思います。まあ、今年は皆さんご存知のように、スーパーフォーミュラの選手として、あの、日本の文化にも、たくさん馴染んでですね、あの、日本の皆さんともお仕事することができて、本当に素晴らしい経験を得た上ですね、この上は、あの、この次は、来シーズンからは、こうやってマクラーレンホンダで頑張りたいと思います。はい。で、バンドンというチームメイトとしてどんな Obviously, it's very good news, I think, for the team to have a new driver coming, very talented, winning all the categories before Formula One. And obviously, Jensen and myself, we don't have 20 years old anymore, unfortunately. So I think for the future of McLaren, I think to have Stoffel already in the team is the best thing. So. We need to make sure that we have the car, the package, the team ready to help Stoffel as much as we can. And as I said, you know, the future of McLaren Honda is probably from him. So we need to make sure that we all work in the same direction, and wishing him the best of luck. Arigato. Arigato. 本当そうですよね。まあ、僕たち聞いた時にですね、ストッペルが入ってくるということは、まあ、非常にあのチームにとっても素晴らしいニュースだというふうに思っています。まあ、僕たちのジェンスンも、もう二十歳じゃないので、これから新しく若く育つ素晴らしい選手、ストッペルはいろんなカテゴリーでもチャンピオンを獲得していますので、本当に素晴らしい選手で、その中ですね、これからのマクラーレンホンダの将来を考えると、このような素晴らしい選手を使うことが非常に大事なことだと思いますし、あの、チーム と共に私たちモンカレーをバックアップしてですね、応援してあげたいと思っていますし、本当に将来が楽しみです。皆さんも応援してくださいね。はい。あの、具体的にストッフェル選手、あの、参戦初年度、来シーズン2017年シーズン、どんなことを個人的に目標に掲げていらっしゃるんですか。
It's very difficult to know exactly what to expect from next season because it will be the first time I will be in the car for a full season in Formula One. But as usual, I will do my best like I've done in all the different series. I will be racing with Fernando, who is a double world champion, proven quality in Formula One. So we'll have a good time, and I think the main priority is to help the team as much as possible to get back to winning. This is the main target. So it's something I'm looking forward to, and hopefully we can have some positive results. まあそうですね、今まだね、結果に関しては何とも言えないんですけれども、まあ、僕は来シーズンは初めての F1 前線を、参戦するわけですけれども、本当にベストを尽くしてですね、フェルナンド・アロンソとチームを組んで、まあ、アロンソは皆様ご存知のように、2度チャンピオン、ワールドチャンピオン獲得している、本当に F1 をすごく応援している、すごく憧れの選手なので、2人で力を合わせてですね、まあ、優先としては、まあ、いい成績を取ってなるべく勝つために、2人とも頑張って力を合わせて頑張っていきたいと思います。Don't blink. あ、そう、1点だけですね。そういえば、フェルナンド・アロンソ選手、この間の日本グランプリの時に、日本グリークであることはもう皆さんよく存じだと思います。寿司職人にまでチャレンジされてましたよね。For Jensen, yes, because I want to beat Jensen the race, so I thought that if I make food for him, maybe it was the best idea. ですね、ジェイソン・バトンとチームメイトなんだけれども、まあ、戦っているライバルですから、まあ、彼のためにね、実は僕は寿司を作ってあげればどうにかなるかなと。そんなですか。ありがとうございます。さあ、ここからですね、これフェルナンド・アロンソ選手たっての、ご希望でございまして、なんとこちらのステージ上でですね、この2名のマクラーレン・ホンダの、ドライバーと一緒に記念撮影の時間というのをね、ぜひ作ってほしいということで、お子様に要するにいますが、決定をさせていただきたいと思うんですけれども、ご了承いただければと思います。さあ、それではですね、このマクラーレン・ホンダの2名のドライバーさんと一緒に写真を撮りたいなという小さなお友達、手を挙げて、はい、アピールしてください。じゃあ、それぞれお一人ずつ選んでいただいても。はい、あ、女の子。そうですね、こちらの、女の子、青いランプをかぶった、はい、ありがとうございます。皆さん、ちょっと、ご家族その前の方に、はい、来てください。上に上がっていただくのはお子さんだけですけれども、じゃあもう一人、はい。さあ、子供たち、アピール。お父さん、お母さんも頑張っちゃってますけど、はい、アピール。そうですね、そちらにいらっしゃる男の子。はい、じゃあ今回男の子、はい、じゃあお母様もじゃあちょっと一緒に出てきてください。はい、じゃあこっちに来てください。何が似てるか、あ、よかったね、アロンソ選手とね。お名前教えてください。名前言える？キライちゃん。キライちゃん、このお兄ちゃんたち好き？なんか無理やり、はい、将来の夢は何ですか？これから決めるそうです。ちょっとお写真の方撮っていきましょうか。じゃあ真ん中に入っていただいて、キラちゃん大丈夫かな。じゃあちょっと真ん中に進んでください。はい、じゃあ写真撮りますよ。 Now the photo time。 じゃああちらのカメラでね、見てくださいね。はい。いいですね、これもお宝ですね。あら、これはもう賞レース見た時に大変な羨ましいです。お顔が見えるようにね。はい、いいですか。はい、ありがとうございます。ね、キライちゃんのお帽子とっても似合ってますよ。 You look so good with this cat。 ね、お帽子似合ってます。アロンソ選手好き？ちょっと分かってるか分かってないか分かんないんですけど、一応入っていきました。皆さん大きな
拍手でお送りください。じゃあもう一人上がってきてください。はい、お名前教えてください。あやとくんはやっぱり F1 大好きなのかな。好きなドライバーは。アンス選手。アンス選手の関係ってことです。はい、じゃあ入ってもらいましょう。その強引さ、はい、素敵です。はい、本当だって。お子さんですからね、うん、いいね、いいね。ありがとうございます。もうちょっと。さあ、それではですね、残念ながらそろそろお時間の方が迫ってきてしまったということでございますけれども、また来シーズンに向けての、ね、お話も少しお伺いしたいと思いますけれども、少しあの心と体をリフレッシュしていただいて迎える2017年シーズンなんですが、ノート選手どんなことを期待されていらっしゃいますか。なんで笑ってんの。Well, obviously, I think if we continue the progress of this year, I think we should be in a much better position. So I think the expectations are always very high for the McLaren Honda partnership, very big manufacturers, a lot of potential. So yeah, try to win races, be on the podiums, fight for the championships is what McLaren Honda really We'll do in the future, and we want to make this future as soon as possible, and hopefully for next year. そうですね、まあ、2017年に向けてはもちろんですね、あの皆さんもご存知のようにマクラーレンホンダは、毎年毎年進歩してきてですね、結果も少しずつ出しているので、もう来年こそはと僕たちはあのマクラーレンホンダという非常にパワフルなあのグループとしてはですね、チームとしてはもちろんポールポジションだったり、あのレースのウィンだったりポーディオンを目指してですね、頑張って、そして最終的には、チャンピオンシップを獲得する、それは私たちの大事な目標ですので、それに向かって全員であの力を合わせて頑張りたいというふうに思っています。はい、私たちファンも力を合わせて応援していきましょうね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお時間ということでございます。じゃあの最後に一言ずつファンの皆さんにあのメッセージをいただいて終了にしたいと思います。じゃあまずはスタッフからお願いします。Yeah, it's been great to see you all here for the talk show, and yeah, we had our first karting race this morning. There's many more races to come, and yeah, with a lot of the Honda drivers, the whole Honda family is here, so we will try to make it a good show, and I hope you enjoy your day here. そうですね、あのもう今日は今朝あの朝から皆さんにお会いすることができ、本当に大勢のファンの皆さんが集まっていただいて、まあ、最初カートレースがあったわけですが、まだ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 あのイベントが続きます。まあ、今日はあのホンダファミリーもうたくさんの選手が集まっているので、あの本当に楽しいあの企画がたくさん待っているので、皆さんも応援し続けて、一日楽しんでいただければと思います。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうもどうも。Yeah, really, nothing really to add. Same thing. So please enjoy. This is your day. This is the fun day. This is the Honda thanks day for your support all through the season. So yeah, really, really enjoy, because we are all here trying to express our feelings. After all your amazing support, so we will try to have some fun in the races, in the machines that we will test on the track, and we will try to make as fun as possible. But really, this day is for you, so thank you very much, and wishing you a good day, and please enjoy. そうですね、まあ、今日はあの Honda Thanks Day、まあ、ファンの皆さんに感謝を込めての一日となりますので、もう本当今日は皆さんのための一日であるので、本当に私たちもベストを尽くしてですね、これからいろんなレース、あのトラック上でもいろんなチャレンジもありますので、もうそれをもう存分楽しんでいただければと思いますので、私たち力合わせて全員であの素晴らしい一日を過ごしましょう。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。マクラーレンホンダからフェルナンド・アロンソ選手、ウストフル・バンドー選手お招きいたしました。どうぞ皆さん大きな拍手でお送りください。選手団のお客様です。ありがとうございます。皆さんもっと
します。